プレゼントは魔法。大切な人に何かを贈るとき、大切な人から何かをもらうとき、プレゼントは贈る人、もらう人、両方を幸せにする魔法だ。さあ、今年一年の思いをいっぱいに込めて笑顔を届けに行こう。ザ・ワンダフルプレゼント、ディズニーと一緒に良いクリスマスを。プレゼントを贈るってドキドキだ。喜んでほしい気持ちの分だけ選ぶ時間がかかってしまう。でもあなたの笑顔を見れたとき気づくのです。それこそが私にとって一番のプレゼントであることを。ザ・ワンダフルプレゼント、ディズニーと一緒に良いクリスマスを。入られます。お願いします。プレゼントを贈るってドキドキだ。喜んでほしい気持ちの分だけ選ぶ時間がかかってしまう。ザ・ワンダフルプレゼント、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、メリークリスマス。ありがとうございます。満面の笑みです。マスクですけど。わかりました。はい、お願いします。石田さん入られます。はい、お願いします。プレゼントは魔法。さあ、今年一年の思いをいっぱいに込めて笑顔を届けに行こう。ザ・ワンダフルプレゼント。ありがとうございます。チームからです。ありがとうございます。嬉しい。はい。今回はクリスマスでディズニーでプレゼントっていう心があったかくなる、ナレーションだったので、私も読んでてすごくこう温かいほっこりした気持ちになりました。映像の中でミニチュアの世界で絵が動く様子がまさかミニチュアとは思えないような仕上がりになっていて、すごくその作品一つ30秒15秒の CM なんですけど、愛が溢れてるなというふうに思いました。ですね、こう人がこう生活してる様子が映し出されるんですけど、
そこで女の子たちがこうドレスをこう着てちょっとこうお出かけしようかなみたいな感じでワクワクしてるっていうシーンがあるんです。それがすごいこう今までねみんなでなかなか集まったりもできなかったしちょっと我慢してる時期が長かったのもありましたから、あ、なんかそうやってみんなとお友達と一緒にこうドレスアップして着飾ってクリスマスを迎えられたらすごい幸せだろうなというふうに思ったので、なんかあそこはすごく私はときめきましたね。クリスマスなんか土日なんですよね、確か土曜日がクリスマス当日だったかなと思うんですけど、お仕事かなと思います。そうですね、私は家族でディズニーが大好きだったので、子供の頃はみんなで結構年パスを持ってて家族でディズニーランドに行ったりとかしてたんですけど、ぬいぐるみがすごく好きで、ミッキー、ミニーの2人のぬいぐるみを大きなのを買ってもらったっていう記憶があります。どうしても今ここにね2人いますけど、もっと大きいやつが欲しくて持って帰るのも大変なんですけど両手に抱えてこうやってこんななってまだちっちゃかったと思うんですけど買ってもらって、いやその子たちは結構お家の中でもずっと私のベッドのとこにいて仲良しでしたね。それを結構この時期になると全部プレゼントでもらったんですけど思い出します。私はもうミッキーが大好きですね。もうミッキーとミニーちゃんも2人がもう大好きで、なんでしょうね、やっぱスーパースターじゃないですか。なのでこう元気をもらうし、いてくれるだけでなんかこうパワーと、あとはあったかい気持ちにさせてくれるので、大好き、2人が大好きですね。今年クリスマス、私いつも小さい飾り付けしかしてなくて、なかなか大きいツリーを置いたりとかできてなかったので、なんかそれを自分で買いたいな。結構お家の中をクリスマス仕様にデコりたいなと思って持ってるので、ツリーとかリースとかちょこちょこ見てるんですけど、ちょっとそういうの増やしたいな。でそこに大きい、私大きいぬいぐるみとか本当好きなんですよね。なので大きいぬいぐるみ、このくらいのこうギュッてしたら大きくて癒されるやつ置いたりとか、あとは料理をするグッズとかもあったら欲しいなと思います。なんかフライ返しの可愛いやつとかお鍋とかそんな風にしてお家で過ごせたらいいなと思います。森川さんって本当お人柄もすごい朗らかでいつも優しいんですよね。でお会いするたびにこんな優しくて嬉しいなと思うんですけど、先ほど森川さんバージョンの CM を聞かせていただいて、森川さんの声ってこう温かみがあるっていうか、なんかこう包み込まれるような、そしてずっと聞いてきたこの声っていうもう耳に馴染んでいる森川さんの声で聞けて、実は私も幸せな気持ちになっていましたはい、なのですごく尊敬する先輩であり大好きな先輩でもありますね。
ありがとうございます。はい、以上で終了とさせていただきます、はい、ありがとうございました。すごい。ちなみに今もぬいぐるみお持ちなんですか？持ってますよ、持ってます。すごい、はい、結構もうなんか置く場所がどん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 、本当にでも趣味部屋を作ろうっていうので仕事部屋兼趣味部屋みたいなのがあるんですけど、そこに結構ぬいぐるみを持っておいたんで、癒されますね。癒されます。すごく私も大好きなので、これぞディズニーの、クリスマスの CM っていう形で、見ている人みんながなんかこう幸せになることができるなっていうふうに思いながら、ね、自分自身も味わいながらナレーションしました。多分、ディズニーファンの皆さんにとってみたら、僕のナレーションの声っていうのはすごいなんかこう馴染みのある声だと思うので、スッと入ってきてくれるかなっていうふうには、思ってます。監督から、打ち合わせの時にお話伺って、その今回 の、 その、映像の撮影にあたってのちょっとこう話を聞いたんですけれども、実際にこのミニチュアの街を作ったりとか、一つのマンションでも本当にすごい大きなマンションだったりとかっていう話、それから雪をどういうふうに降らせたかとか、それから、いわゆる影みたいなところが実際にはね、役者さん、アクターの方がこうちゃんとこう、ね、幸せな部分をこう映して、ちゃんとこう演技をして、演じているところがなんかすごいこう手の込んだ部分だったりとかして、それはもうびっくりしましたね。今の時代だともう簡単にこの、ね、CG とかで、簡単にっていうと語弊があるかもしれませんけれども、そういったもので技術でできてしまう部分をこうしっかりとこう手作りでなんかこう人のこの手の温かみを感じられるような映像になってたのが、僕としてはとっても感動しました。絵力がすごい強いんで、やっぱもうね、こう素晴らしい作品をプロジェクションマッピングでこう映していて、そのとっても素敵なショット、いい場面のところをちゃんと映しているので、ナレーションもそこの部分をこう邪魔しないように、でも同じようにそのこうエモーショナルな感じで気持ちを乗せてっていうふうなところでは、そうですね、結構気をつけたところだったりとかしますね。うちの祖父が、パン職人というか、女子だったらもうとってもみんなね羨むような、ケーキを甘いもの作ったりとか甘いパンを作ったりとかする職人だったもので、いつもうちの祖父がクリスマスになるとですね、自分が作ったクリスマスケーキをですね、届けてくれて、で一緒にみんなで、クリスマスの夜を過ごした思い出があります。僕としてはなんかそれが毎年毎年いろんな、ね、こうプレゼントをもらうんだけれども、今この年になってみるとそれがなんかいつまでも残るクリスマスプレゼントかなっていうふうに思って、すごい大切にしてます。明治生まれのだったもので、当時だと随分ハイカラな仕事してて、いつもこうなんかそう1段じゃなくてこう2段にして持ってきてくれて、でだから世界でもうその毎年毎年世界で一つしかないクリスマスケーキを、孫のために作ってきてくれて、一緒にみんなでクリスマス迎えてたので、それってなんかね、物だけじゃなくてなんかこう、ね、こう心の部分に残るっていうのはとってもいいなっていうふうに思ってますね。
彼女と僕ね最近なんですよね、よく仕事するっていうか、あまりこう共演の作品がなくてあれなんですけれども、まああの噂はもう全然もう聞いてて、で、最近になってあの映画の吹き替えで一緒になったりとかして、これからねますますなんかこう、僕と一緒に、作品で、盛り上げていけるのかなっていうふうにすごい期待してるんで、まあ、今回この企画で一緒に、まあね、男性女性バージョンで多分やられるんですよね、ナレーションを。なので、まずこれを機によりあの拍車がかかって一緒に共演作が増えるといいなっていうふうに思ってます。そうですね、もうかれこれたくさんディズニーさんと一緒にまあね、こう光栄なことですけど歩んできているので、まあ実写の映画とかもたくさん出させていただいている時に、やっぱこれだけやっていると、まあクリスマス関連の作品とかにも出演させてもらったりとかして、で一番僕こう思い出があるのが、アダム・サンドラー主演の「ベッドタイム・ストーリー」っていう映画があるんですけど、これもディズニー作品なんですけど、でその作品が僕とっても好きで、なんかこうクリスマスシーズンになると、まあ、必ず1回は吹き替え版で見ていたりとかして、まあそのまあ、このシーズンをこうちょっとねこうまた。クリスマスシーズン楽しむっていう形にはしてるんですけれども、何ですかね、必ずと言っていいほど、こう幸せにさせてくれる、のでとっても大切なものですね、作品自体も、あとクリスマスキャロルっていうのにも僕出させていただいて、これはアニメーションかな、あれもう本当にたくさん作品でクリスマス関連っていっぱいあるんで、ディズニーさんで、だからそういう意味ではまあ、声優っていう仕事をやっているので、ちょっと自分が出ている手前味噌なものですけど、出演作品を見て楽しんでます。見ます。ご覧になられる、はい、前回の、ディズニープラスの CM とかもやらせていただいたときに、まだスターも入ってないやつですけど、やっと僕にそのなんか、ディズニー、ピクサー、マーベルっていうのが言えるとかと思いながら、すごい感動して、自分でもうずっと何回も見てました、自分の、はい、やっぱ関わったものなので。一番愛したい作品だったりとかするんで、はい、お付き合いいただきありがとうございました。素敵なお話、いろいろありがとうございます。